フレデリックス・ルイシルイシのジオラマを描いた図紙ソーラス。アナタ・アミカス・フレデリックス・ルイシは、オランダの植物学者、解剖学者。彼は、解剖標本や人体を使用したジオラマや、モチーフとした絵画を残したことで知られている。ハーグ氏生まれ、小役人だった父、ヘンドリック・ルイシと、母、アンナの間に生まれたフレデリックスは、若くして、父を亡くし、早くから、 薬屋の使いとして働いていた。そこで薬を扱うことを覚えた。1661年には建築家、ピーテル・ポストの娘と結婚し、フレデリクスは生涯で12人の子供を設けた。ギルドに属さず、開いた店を閉鎖へ追いやられる体験もしたが、彼は進学したライデン大学のフランシス・シルビウス、教授のもとで学んだ解剖学に大変な興味を覚えた。 1664年に同校を卒業した。1666年にはアムステルダムの外科学者ギルドのプレイレクターとなり、翌年にはアムステルダム大学教授職に就任した。1668年には市の助産婦を指導する中心的役割を果たし、1679年にはアムステルダム裁判所の法廷アドバイサーにも就いた。 1685年には植物園で植物学を教える講師役も担った。フレデリクスは蛇の研究を通じてリンパ系やスキハナキが持つ弁の存在を示したことで知られる。彼が最高の手腕を発揮したのは解剖そして標本の展示や保存に使用した秘密の薬液リカーボールサミカム発明にあった。また、 解剖した人体の骨格や組織を樹脂で固め、盆栽風ジオラマを作成したことでも知られる。後に、女流画家となった彼の娘、ラッチェルル医師は花やレースで、父の作品に装飾をする手伝いをしている。フレデリクスは、自宅後部屋に、これら標本や作品類を展示し、リポジトリー・オブ・キュリオシティーズと名付けて公開した。1697年には、 ロシアのピョートル一世がここを訪れた。フレデリクスは蝶の捕獲と標本の方法について教授し、また共にトカゲに興味を持つなど、共通点もあった。アルベルトゥスセワと同様に、フレデリクスは1717 17年に、彼の脅威の部屋を保存用薬液の秘密と共に3万ギルダーで、ピョートル一世に売り払った。分類や梱包の手助けを一切せずに、 コレクションが搬出される様を見送ると、フレデリクスは新たに標本の収集を始めた。これらは彼の死後にアウグスト2世が買い取った。彼が収集した標本のいくつかは現存するが、彼の作品はどれも防出しており、わずかにコーネリアス・ハイバーツ作の掘り版などで伺い知れるのみである。彼はヘルマン・ブールハーフェトの協調を残している。ライッシュは、 植物の学名で命名者を示す場合に、フレデリクする意思を示すのに使われる。ありがとうございます。